L.A. Confidential は1990年に発刊されたジェームズ・エルロイの L.A.4 部作の第3部である小説、またそれを原作とした1997年公開のアメリカ映画、1950年代のロス死刑。マフィアのボス逮捕による暗黒街の混乱、酔った警官がメキシコ系移民の容疑者に暴行した地のクリスマス事件など、 壮然としたロスの世相を背景にカフェで元刑事を含む6人が残殺されたナイトアウルの虐殺事件を捜査するロス死刑の3人の警官が捜査を進めるうちに警察内部の腐敗に直面する人間模様を描いている映画版は一癖も二癖もある刑事を演じたラッシェルクロウ、ガイ、ピアースの出世作となった舞台は1950年代のロサンゼルス マフィアの幹部ミッキー公園の逮捕をきっかけに、血みどろの構想が繰り広げられていた。ある日、町のコーヒーショップで客が皆殺しにされる、猟奇殺人事件が起きる。被害者の一人は刑事だった。その刑事の相棒だったバドは、新入りのエド、ベテラン刑事のジャックと共に、事件の捜査に当たる。やがて、犯人と見られる三人組はエドに射殺され、 事件は解決したかに思われたが、ワーナーブラザース製作で映画化され、カーティス・ヘンソンが監督、製作、脚色を兼任した。20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンより2017年11月22日発売の LA コンフィデンシャル製作20周年、記念版 BD には、ソフト版に加え、フジテレビ版の日本語吹き替えが収録。マタイリエユ 岩崎太志生による本作の検証と公開当時のキネマ旬報に掲載されたハンソンのインタビュー、フジテレビ版吹き替えでジャック・ヴィンセンズ役の江原ラ史と演出を担当した伊達康師匠の対談が収められたキネマ旬報責任監修のコンプリートブックが封入されている。2021年4月21日にはウォルト・ディズニー・ジャパンより 引き続きフジテレビ版吹き替えなど20周年、記念版 BD と同仕様のディスクが連価版として再販された。第64回ニューヨーク映画批評家協会賞、並びに第23回ロサンゼルス映画批評家協会賞で作品賞を受賞。第70回アカデミー賞においても9部門にノミネートされ、作品賞の最有力候補と目されていたが、 同年末に公開されたタイタニックが史上最多大記録となる11部門を受賞し、本作の受賞は助演女優賞と脚色賞の2部門に止まった。一覧、ありがとうございます。